スノーマンラウール、俺は大輔になる、幼少期の夢にメンバー驚き。モデルプレス2023-0506スノーマンが6日放送の t b s 系情報バラエティ番組、王様のブランチ毎週土曜朝9時30分から 2VTR 出演。スノーマンでなかったらやってみたい職業を明かした。ラウール、幼少期の夢をかすラウールは小さい頃の卒園式の映像が残ってて、 そこで将来の夢を語る時間があったと言い、そこでお笑い芸人になりたいと話していたことを告白。メンバーから、マジ。ええー、と驚きの声が上がる中、ラウールはバラエティが小さい頃から大好きで宮川大輔さんとかに憧れていて、お母さんとかに俺は大介になるって言ってましたと幼少期の可愛らしい発言を振り返り、メンバーの笑いを誘った。メグロレン、憧れの職業を告白また、 目黒あは憧れの職業について「これってのがあるんですけど」と前置きしながら農家さんか漁師さんと明かし「これってのが2個あるここから増えるんだね」と天然発言を突っ込まれる場面も。